人目に触れる場所に姿を現すことはないと思っていたが、みんなが彼との対戦を避けていたわけね。黒木、でも恨むなよおっさん。どっちが勝っても恨みっこなしだぜ。忘れんなよ、あんたの相手は超人桐崎リヒトだぜ。傲慢で愚かで、そして弱い。ああ、いいって、この野郎二度倒した。天命、寸止めばかりで何のつもりだよ。この力量の差を認めることは恥ではない、相応の評価だ。ただで転がされてると思ったかい。ようやくつかめたぜ。せんだよ、奴を倒すにはもっと深く切らねえと。こいつ認めたくねえが、自力じゃどうやってもぜ。おお、なんとか勝負になってるぞ。リヒト、おい、誰がキモいじゃ、この猿て。何すんだこの。自害の男に負けたら承知しないんだから。レーザーズエッジは一撃必殺、当たりさえすれば。そうさ、俺は超人、よく見とけよ時田。目指せる、打ちかぶしたクソ野郎。鳥、少々戯れてやったに過ぎんというのに。そして中国武術の特徴を併せ持つ流派である、巻き罠、砂袋、鉄砂掌、槍と化した獅子、すなわち、さっきまでの打撃とは重さが違う。脆すぎる。闘技者とはこの程度か。ほらほら、安静にしてなさい。立てよクソ野郎。もはや虚勢も張れぬか。哀れだな。ああ、静かだな。まるで時間が止まったみたいな。極限状態になると全てがスローに見えるって。ここから逆転したら。ほんま、お前は呆れるほどタフやろ。だからな、今山下んだが医者呼びに行っとる。ちょっと待てよ、あのおっさん下手したら滅相の牙に匹敵する実力者や。牙なんやけど、かなんな、バックレだろが思うわ。おお、お前でも考えることがあるんやな。うっせえよ、野郎と二人でくすぶってられっかよ。お前アホやろ。ったく、あいつほんま嘘下手やな。俺が晴らしてやる。とっくに気づいてんだろ。どうしたんです、明かりもつけず。ベオーマも危ういか。残るは初見だが。私を人質にでも取ろうと思ったのでしょうけど。ざん、ご自身の席へお急ぎください。オーマさん、乃木社長に押し付けられた51億。それに俺も負けるつもりはねえ。まず入場するのはこの男、牛七瀬の気まぐれさと確かな実力を合わせ持つ、企業獲得資産1兆4401億8000。俺は至って真面目なつもりなんだけどな。ん、俺と大人の火遊びしてみるかい。この男一切の素性が不明。179センチ、85キロからの剣乱試合。マイハッピーパワー。老人が突然マッチョになった。と後半戦を引き当ててくれた吉武社長には感謝しているよ。とがタヌキの革残用かよ、シャレにもなれしねえぜ。千葉がトレースできるのは対象の動きと技のみ。その威力は千葉の身体能力に準ずる。二つ、千葉孝之という男が実体以上の怪物として。闘技者のトレースを完全に終え、その技を実戦に投入できる。
千発目。おう、あの構えは個人までコピーできんのかよ。こりゃ勝負に。試合開始から26秒。村雲三連、お休みの時間だぜ。わずか26秒の瞬殺撃。千の戦闘スタイルは自身の流派発密のほころびで全てを失う。それが吉武社長、いい気になるんじゃないわよ。あなたは自分の置かれた立場を分かっていないようだ。は？私を脅迫するつもりだったみたいだけど、おあいにく様。いやよろしいんですか。そんなことをしたらあなたは実は先日懸案会員になったばかりなんですよ。この件が発覚すれば吉武不動産は型にはめるためにあいつを返り討ちにさせたのね。なんてよ乃木、そんな仕込みを済ませてたならそれをネタに。お前は何も分かっていない。天が千葉君に敗れていたなら我が社は総力を挙げ私を懸案会会長に指名してもらうつもりだったがね。第14試合選手入場。トーナメントで緊急参戦。パワールのクランキュー62kg 懸案試合初参戦始め。続いてまたしてもとんでもない刺客が現れ、当時は医学生だったあの殺人鬼が30年の初参戦。中央通信所属。やれやれ。唐突だが花房はじめは25年前、坂東洋平に最初の死刑が執行は45回に及ぶ死刑をことごとく生き延びた。公死刑で殺せない死刑囚の存在、それはすなわち。へえ、ずいぶん小柄な相手だね。どうやら君もろくな人生を歩んでいないようだ。変われど、あの目つきだけはまるで変わっていない。私は格闘家じゃない。あまり気が進まないけど、まあ仕方ないか。坂じゃないなんてよく言うよ。軽血をついたね。私の流儀は霊数禁魔術。人体の急所である経絡、軽血に突き込む。ここに劣る君が私を倒すには有効な手段だ。私の目的は君を解剖することだよ。決まった。丸です。花房選手が坂東選手を普通の人間なら激痛で戦うどころではないはずだが、可能な限り無傷のまま、あとはゆっくり解剖する。だ君も普通ではないようだ。実は私も筋肉を鍛えたところで守りきれる部位ではない。私が首の経血アモンをついた瞬間、君はどうかね。坂東君、私の推理は当たっているかな。殺す以外の倒し方を知らないんだ。驚いたかい。これが私、刀です。花房選手の手のひらから刀のように、の設計から骨の加工、手術まで私一人でやっ、これは人体の一部、武器とみなされるのは心外だが、骨折時の花房君の反応、その通り花房はじめには痛覚が存在しない。花房はじめは殺さなければ。盗塁に出会えて高ぶってきたよ。私の揺らくのために死んでくれないか。私はこれでも医者だよ。自分の精神状態くらい、ね、そうだ。花房君が狙ったのは私の溝落ち。体の中心である溝落ち付近への攻撃は。おお、坂東君、ご苦労だったね。なんで勝手に死んじゃうんですか。私、兄様を助け、二度と生き返らないんだ。
ひどいざまだな。花房、行ってみよう。え、総長かと思った。だって死んで。無理やり働かせる装置とかもろもろね。頸椎をもうひとひねりされていたら蘇生は難しかった。あの男は間もなく死にますよ。私は金田家の次男として生まれた。物心つく前に大病を患って2回死にかけた。特別に珍しくもない、ただの虚弱体質。強さへの渇望。一つお手柔らかにお願いします。カズちゃん、いよいよ金田君の試合だね。じゃ、邪魔したね。待てよカズちゃん。ああ、東洋電力のこと、確かにあの時苦手なんだよね。誰かの下につくのってさ。これでも俺結構権力あるからね。金田の初戦突破を祈って。乾杯。1回は勝だ。戦士の戦う場所ではない。ここが闘技者になると大会のレベルも知れたもの。立ちふさがる敵は叩き潰すのみ。おじゃ、ガオラン選手、おなじみのヒットマンスタイルに構えた。両選手の対比はいかがでしょうか。金田選手の判断は、それはストレートではなくアッパーでもなく、一呼吸の間に最大13発ものジャブを放つ。怯えている。本能が逃げようとしている。あの二人は最後まで戦っただろう。ここで行かずに。ボクサーの前に飛び込んだ。いやー、どうもどうも。邪魔。やはりボクシングの時よりファーストです。いやー、さすがに早いですね。ゲセン、一流のボクサーですら見切れぬ俺のジャブを。すごいスピードですね。全く反応できなかったですよ。関節技に持ち込めばボクサーのガオランは不利だぞ。完璧だぞ。小手に回ってちゃ勝機はねえぞ。まえた。あれだ、一見クリーンヒットした打撃も相手の攻撃を捉え始めたということ。ボクシングの試合からは得られないデータ、序盤で見られてよかった。俺の打撃は見えていないはずだが。耐えろ、今は耐えるんだ。たまらず金田選手崩れ落ちる。何がボクシング統一王者だ。と一撃加えていれば確実にあんたの勝ちだった。あんたのファンなんだよ。試合が始まるずっと前から。制約から解き放たれたあんたの本気はこんなもんじゃないだろうが。貴殿のような本物の戦士と出会えたことは嬉しい誤算だった。でな、分かってんだよ、才能がないことなんて。弱者が最強を目指して何が悪いんだよ。闘技者の中で唯一弱者としてこのトーナメント。答えてやれ。故に試合の範疇でしか力を使わなかった。戦いの場において同情は侮辱でしかない。怖かった。貴殿に敬意を表し。やろう、ボクサーから闘技者になりやがった。で、先読みが使える。分かっているさ、あなたはこうじゃないか。これこそ私が求めていたもの。ショーマン選手だ、ボクシング世界王者。10点積みか。わずか10手での決着。俺の圧勝は揺るぎない苦労技。全てが貴殿より上の俺に対して。何もこんなになるまで。俺さ、まるで鎮痛剤の見本市だったぜ。ブロック注射まで用意してやがった。だがあの戦いで一般人並みの体力しかない金田自身も俺の攻撃を予測し事前に安全圏に移動する。どう考えてもトーナメント向きの戦い方じゃねえ。氷室さん、私はあの氷室亮を倒した男ですよ。金田君、残念だったね。
とりあえず最低限の目的は果たせたからね。目的？参加費の50億円をポーンと出せるだけでも相当だよね。優勝を狙ってなかったといえば嘘になるかな。俺はあいつらが羨ましかったのかもな。俺たちだってまだまだやれるさ。選手入場とは格闘王と呼ばれる一人の日本人。その締め技ショットガンダウン。界の生きる伝説が今喧嘩試合になったのに所属格闘王。あなたの直屋大久保が来ましたえ。食いごたえのありそうなやつがまた牙に食われず俺のとこまで上がってこいよ。とは別人みたいだ。分かってたぜ大久保直也。お待たせいたしました。いよいよ新記録の157連勝を更新中。128キログラム喧嘩試合成績8300万。全くですな。待ちきれん。それにしてもや、いやすごいな自分。ラスボスは最後に人間の勇者に倒されるんやで。見たことのない闘技者だな。いやいやいや、そんなボケいらんねん。このアホみたいなプレッシャーは間違いなくラスボス級やな。対するアギトはガードを下げた攻撃特化の構え。見届けたい。一刻でも早く。高校3年の時、全日本選手権に優勝。短いキャリアながら国の指定強化選手に選ばれる。格闘技の門を叩いた大久保に誰もが冷ややかな視線を送る。久保がレスリングの鍛錬を1日も欠かしていないことを。組み技の強さは努力の量に 100% 比例する。存在するのは必然のみ。アジト選手ストッキングを貸し腕十字に来たたけ。大久保が楽器を取る。二人とも崩れない。一回戦のレベルじゃねえよ。方法は皆無なのか。見技を仕掛け、グラウンドを望めばスタンドで応じる。あのアギトが反応に窮するということは、打倒技術の圧倒的連動こそ大久保直也最大の。ちゃうねん氷室、油断しとるわけやないねん。蹴った感触あらへんからおかしいと思っとったんや。何を笑うことがあんねん。モニターで丸見えやぞ。その瞬間全身を弛緩させて衝撃を散らしたってとこやろ。こんな相手とは滅多に戦われへんで。傾く視界。大久保の記憶はかよ。感謝しよう。また一つ俺は強くなった。タンカーを持ってこい。勝負あり勝者。大久保直也が一撃で勝ち。この試合でまた一つレベルを上げたようじゃの。大久保君は幸運じゃったな。大久保、途中まではあいつの動きにも対応できてたんや。命を落とした闘技者は意外なほど少ない。絶対的な恐怖を植え付け、
相手の牙をへし折る。お前は弱い。お前の左ブロック突破は俺があんたより強えってことをよ。